あら、あなたたち。どうも、ミシェルさん。その話を聞いてちょっと気になりまして。いやね、催促した形になっちゃって。でもありがとう、わざわざ来てくれて嬉しいわ。ってことはまだエオリアさんたちと連絡が取れてねえのかよ。ええ、アリオスたちが手分けして当たってるけど、本当にもう一体何をやってるのかしら。さすがに心配ですね。うん、エニグマが通じないってことは自治州外に出ているのかな。私もそう思ったんだけど、駅や空港を利用した記録がないみたいなのよね。ベルガード門とタングラム門にも通行記録はないみたいだし。それはさすがにおかしいですね。もしリンさんたちが自治州内にいるのであれば、なんとか居場所を特定できるかもしれません。本当か？何何？どういう方法？確かエニグマ2には研究段階の機能が搭載されていたはずです。その一つが緊急時にアラート信号を発信する機能です。え？そうなの？オーブメント内の予備動力で一定間隔ごとに特定周波数の動力波を発信する仕組みですが、あまりにも弱い動力波のため実用には至っていないと聞きます。ただ機能そのものはカットされずに残っているかと。じゃあその微弱な動力波をなんとかキャッチできれば、リンとエオリアの居場所も特定できるってわけね。試してみる価値はあるかと。この機能についてはロバーツ主任が詳しいので、IBC に行ってみましょう。多分力になってくれるはずです。わかった、行ってみよう。すまないわね、本当に助かっちゃうわ。何かわかったらこちらにも連絡をちょうだい。場合によったらアリオスたちを呼び戻すから。了解しました。さて、それじゃあ IBC に行ってみようか。さてと、ロバーツ主任はいるかな。多分財団のフロアで暇そうにしてると思います。エニグマで連絡してみましょう。どうも、ティオです。いえ、別にそんなつもりは。しつこいです、主任。な、相変わらずみたいだな。ティオちゃんももう少し優しく接すればいいのに。むしろあのおっさんなら冷たくされて喜んでんじゃねえか。ええ、エニグマ2の緊急アラート機能について。ええ、そうです、はい。下に来ているのでよろしくお願いします。相談に乗ってくれるって？ええ、何でもヨナも一緒だとか。あら、それって確か爆破されたジオフロントの部屋を使っていた。エプスタイン財団出身の天才ハッカー君だったかな。ああ、小生意気だが微妙にヘタレな小僧だぜ。さすがに今財団の事務所に厄介になってるらしいな。ええ、いやいやみたいですけど。なるほど、そんな事情だったのか。は、どうせ動力切れで連絡が取れないってだけだろ。遊撃士なんて言いこぶった連中ほっとけいいじゃん。ヨナ、お前な。もうそんなこと言っちゃダメよ。ヨナ君と来たら最近ずっとこうなんだよ。せっかく事務所の一角に最新型の専用端末ルームを用意してあげたっていうのにさ。いくら処理能力が高くったってあんな制限付きのシステムで満足できるかっつーの。とっととセキュリティコードを僕に解放しろよな。ああ、それはダメだよヨナ君。そんなことをしたら君またやりたい放題しちゃうだろ。代わりにポムットでティオ君に勝てるよ。特訓用のプログラムを組んであげたからさ。よ、余計なお世話だっつーの。なんだかんだ言ってヨナのことちゃんと監督してるみたいだな。まあ、イラッとするところはともかく有能な人ではありますか。まあ、それはともかくエニグマ2のアラート機能だがお役に立てないかもしれないね。そうなんですか。そういった機能があるのはあるんですよね。ただ動力波が弱くて
ほとんど感知できなくてね、10セルジュくらい近づかないと測定器でも感知できないんだよ。10セルジュ、そりゃまた微妙な距離だな。クロスベル市内にいるのなら感知できそうだけど。私のセンサーと組み合わせるのはどうでしょう。マトリクス化されたシステムならエイオンで連動できそうですか。ああ、それなら、あるいは、いや、やっぱりダメだ。エイオンに連動させるには測定器の精度が不安定すぎる。動力圧の問題もあるし、周辺地形の反射も考えられるから、かなり無理があると思うよ。そうですか。何がダメなのかいまいち分かりませんが、どうやら技術的な問題があるみたいね。だったらさ、オルキスタワーの屋上で測定しちゃえばいいんじゃね。ヨナ君、どういうことだ。アラート用の動力波は微弱すぎて、測定器から近い場所にないと感知しきれない。かといって測定器とティオのセンサーと連動させても出力が足りないし、精度不足なんだろ。でも遮蔽物のないタワーの屋上なら感知精度も上げられるだろうし、高出力の動力が確保できるんじゃね。相変わらず意味不明だな。どうなのティオちゃん。驚きました。いやはや、さすがヨナ君、システムエンジニアとしての才能は目を見張るものがあるね。まあそれほどでもあるけどな。それじゃあなんとか目処が立ったみたいだね。ええ、いけるかもしれません。早速オルキスタワーの管理部に屋上の使用許可がもらえないか掛け合ってみよう。ヨナ君、君も手伝ってくれるね。なんで僕がって言いたいけど、まあ暇だし手伝ってやるよ。その代わりあんたらこれで貸し一つだからな。わかった。無茶な頼みでもない限りきっとお返しさせてもらうわ。おっと。もしもし、あんたら今どこ。こっちは各地機器の設置が終わったとこだぜ。ああ、ちょうどタワーのエントランスに来たところだ。このまま屋上に向かえばいいのか。ああ、受付に言えばエレベーター用の認証カードをくれるそうだぜ。とっとと上がってこいよな。わかった。準備は完了みたいですね。ああ、受付で認証カードを借りて屋上に上がろう。雨も降っていることだし、あまり待たせない方がいいわね。ようこそオルキスタワーへ。特務支援課の方々ですね。ええ、認証カードを発行していただけるとか。はい、こちらになります。そちらのカードをエレベーター内のパネルにかざすと最上階の40階に直通で上がれます。1ヶ月のみ有効の使い捨てですので、利用後はご自由に処分されてください。了解しました。なんだかすごいですね。ああ、IBC ビルよりもさらに進んでやがるな。さすがは最新技術の塊ってところかな。ここでいいのかな。はい、先ほどの認証カードをそこにかざしてください。そういえばそのパネル、21階から30階までのボタンがないみたいだけど。そのあたりは全てメンテナンスフロアみたいね。メンテナンスフロア。なんでも巨大な構造物の重量バランスを取るためにほぼ中空になっているのだとか。それ以外に地震が起こった時の衝撃吸収装置があるらしいです。そりゃすごいな。やはり最新の建造技術が盛り込まれているみたいですね。しかしそうまでして巨大なビルを建てる必要あんのか。同じフロア数なら30階建てくらいにしときゃいいじゃねえか。まあ当初の計画からして無駄が多かったみたいだから、計画を引き継いだおじさまも派手なものが大好きな人ではあるし、結局
不足していた建造費は黒石家の資産で補填したそうね。へえ、そりゃまた豪勢だね。ま、おかげでクロスベル市の新たなランドマークとしては相当インパクトがあると思うけど。おっと、そろそろ到着だな。やんできたみたいですね。ああ、それにしても相変わらずすげえ景色だよな。なあ、晴れた日だとさらに絶景なんだろうけど。ヨナと主任はどこにいるんだろう。多分屋上の一角にいるのではないかと。探してみようか。待ってたよ。これがアラート信号を感知するための装置ですか。ああ、ただしこのままじゃ半径10セルジュの範囲内しか感知することができない。そこでティオ君の出番ってわけだ。こちらの方は問題ありません。しかし雨の影響は大丈夫ですか。まあかなり小雨になったし、あんまり影響はないと思うよ。しかしティオ君をこのまま雨風にさらすのは忍びないな。そうだ、ティオ君がセンサーを起動している間は僕が傘を差して。結構です。逆に気が散りますので。よしっと、こっちも準備 OK だぜ。いつでもエイオンを起動させて大丈夫だからな。それでは始めましょう。リンさんたちのエニグマ2も個体番号は入力済みですか。ああ、ギルドからちゃんと番号は聞いておいたからね。すでに測定器に入力してるよ。了解しました。ティオ、よろしく頼む。リンさんたちの居場所どうか突き止めてあげて。はい。エイオンシステム起動。マトリクス方式による測定器とのリンクを開始。リンクを確認。そのまま行っちまっても問題なさそうだぜ。測定器への動力供給も高レベルで安定できそうだ。ティオ君、よろしく頼むよ。はい、それでは行きます。センサー機能開放。エオンシリミットブレイク。波みたいなのが広がっていったみたいだけど。成功みたいだね。本当ですか。リンさんたちの居場所が分かったんですか。うん、まあ正確にはエニグマ2の場所だけどね。2つのアラート信号を私の方でも感知しました。ここからかなり南の方ですね。んで入ってきた情報を解析してマップ情報に出力すると、ほら出てきたぜ。え、ここはエルム湖の南側。なんだこりゃ、こんなところに何かあったか。私の知る限り人の手が入ったことすらない湿原地帯だと思うけど。そんな場所にあの遊撃士のお姉さんたちがいるわけか。よくわかんねえけど、ただごとじゃないんじゃねえの。さすがに心配だね。リンドさん、とりあえず一旦ミシェルさんのところに戻ろう。それと念のため警察本部に
ボートを手配してもらった方がいいかもしれない。そうね。ええ、状況を考えると急いだ方が良さそうです。ロバーツ主任にヨナも協力ありがとうございました。なんのなんの、後片付けは任せてくれたまえ。ま、せいぜい気をつけろよな。はい、動力ボートの方は港湾区の鳩場に手配しました。すぐに乗ることができると思います。そうか、ありがとう。ごめんな、フラン、いきなり無理なことを頼んで。いえいえ、こういう時こその皆さんのサポートですから。でも南の湿地帯ですか。くれぐれも気をつけてくださいね。ああ、肝に銘じるよ。なんとかボートを確保できたみたいですね。なあ、フランが素早く手配してくれて助かったよ。今回に関しては頼りきりになっちゃったわね。でも本当にいいの？1時間もすればアリオスたちが戻ってくると思うんだけど。いや、それだったら俺たちが先行した方がいいだろう。そうですね、どんな状況かも分かりませんし。ま、彼らが戻ってきたら追いかけるように言っといてよ。分かったわ。リンにしてもエオリアにしても永久に迫る凄腕の遊撃士よ。その二人が連絡も入れずに揃って足止めされている事実、何があるかわからないわ。くれぐれも気をつけなさい。はい。準備を終えたら鳩場に行きましょう。支援課の方々っすよね。はい、雨の中お疲れ様です。手配していただいてありがとうございました。いやいや、これが自分の仕事っすから。そうだ、操縦は大丈夫っすか？なんだったら自分が操縦しますけど。そうか、それがあったな。まあ車が運転できるなら難しいもんじゃねえだろうが。ここはエニグマで課長に連絡しましょうか。あ、大丈夫です。このタイプのボートだったら操縦の経験はありますから。へえ、そうなのか。さすがだな。やっぱり運転や操縦の類はお手の物みたいだね。これもソーニャ司令の仕込みなんだけど、どうします？早速ボートに乗りますか？そうだな。目的地で何があるかわからない。他にやり残したことはないかな。了解しました。それじゃあお気をつけて、いってらっしゃいっす。おやおや、面白い偶然だ。シュバルツオークションといい、やはり縁があるようですね。しかし、ツァオさん、エルム湖の南岸に一体何があるのでしょうか？さて、ここは彼の勘にかけてみるしかないでしょう。不良リーダーの魔人化に、蛇や教会の介入、少しでも資格を潰しておくに越したことはありませんから。確かに。失礼します。なんだファン、その取り乱しようは。申し訳ありません。その今しがた監視班から信じがたい報告がありましたので。信じがたい報告？ファン、詳しい話を聞かせてください。
天気予報の通り午後からは晴れましたね。これもエイドスの導きかもしれない。正直どんな危険が待ち受けてるかわからない。まあ雨の中で探索するよりはマシかもしれないね。可能性があるとしたら厳重でしょうか、それとも。正直今の状況だとどんな可能性も考えられそうね。アリオスさんたちの到着がいつになるかわからない。なるべく俺たちが先行してリンさんたちの無事を確認しよう。場合によったら警備隊にも連絡する必要があるかもしれないな。はい。お姉さんたちどうか無事でいてくれよな。これは湿度の急激な上昇を確認、注意してください。何？これは霧？さっきまであんなに晴れていたのに。ロイドさんどうします？速度を落として慎重に進んでみてくれ。ティオ、岩壁の接近を感知できるか？はい、なんとか。こうなったらもう腹をくくるしかねえな。これは？そこにあるのがリンさんたちが乗ってきたボートみたいだけど。まさかこんなことになっているとはね。おいおい、俺ら夢でも見てんのか？まるでおとぎ話の中にいるみたいですけど。信じられません。まるで空間自体の構成が現実とは違っているような。プレロマ層、いつからこんなに繁殖していたんだ。でもそうか、ヨアヒムがグノーシスの原料を採取していたのは。まあこの場所と考えて間違いはないだろう。あの時のイン、どうしてあんたが？それはこちらのセリフだ。ヘビどもの影と不良リーダーの魔人化、各地で咲き始めた青い花と不可思議な幻獣の出現、それらの気配をたどってきてみればお前たちに出くわすと。へえ。そんじゃこの場所が怪しいと睨んでわざわざ踏み込んできたって。その通りだ、うん、お前たちの方は少々事情が異なるようだな。この際だから事情を説明するけど。なるほど、あのボートは遊撃士どものものだったか。なるほど。このありさまといい、どうやら核心に近づけているのは確かなようだ。核心？なぜ青い花、プレロマ層がクロスベル各地で咲き始めて幻獣が現れ始めたのか、それがクロスベルにおいてどんな意味を持つかだね。その通り。これも一応は兵友へとの契約ではある。遊撃士どもはお前たちに任せるとして、私は先に。いや、イン、やはりここは一緒に行かないか？おいおい、マジかい？はあ、なんとなくそんなことを言い出しそうな気がしたけど、まさに予想通りでしたね。ったく、こういう時だけは柔軟すぎるっつうかなんつうか。バニムス、何を勘違いしている。そもそも私とお前たちは立場も異なれば利害も違う。病院の時と違ってお前たちに協力する利点などない。と言い切れるのか？リンさんとエオリアさんは永久に届くほどの凄腕だ。二人合わせたらあのアリオスさんにも匹敵する腕前を持っていると見た。その二人が消息を絶つほどの危険が待ち受けているとしたら、本当にあんた一人でも大丈夫だと断言できるのか？まあ緊急事態ではありますし、リンさんたちが無事だったら情報を手に入れることもできるしな。
あくまで効率重視なら確かに協力はできるはずだわ。特務支援か。どうやら随分とリーダーに感化されているようだな。そうかしら。まあ否定はできんかもな。少々不本意ですが。いや、だからなんで俺のせいになってるのか疑問なんだけど。これも人徳だろうね。よかろう。こたびも一時的に同行しよう。だが風の牽制が追いついてきたら私は去る。それでいいな。ああ、わかった。しかしこの人数だとさすがに小回りが効かねえな。魔獣に襲われた時なんか身動きが取れなくなりそうだ。なら誰か一人ここに残ってもいいかもしれませんね。ボートの見張りも必要かもしれませんし。いいんじゃない。風の牽制が来た時のための連絡役にもなりそうだし。わかった、編成を考えてみよう。あの技を教えてもらった借りをまだちゃんと返せていない。何としてもリンさんたちを見つけて安全を確認しないと。